この戦いを終わらせることができるんでしょう。怨霊を封印して、それから平家と和議を結ぶんです。君にはかないませんね。弁慶さんはどうして戦うんですか？僕は内緒ですよ。え？君の素直な瞳にそんなに見つめられると僕は困ってしまいますよ。そろそろ休みましょう。明日も早い。はい、おやすみなさい、弁慶さん。おやすみなさい。許せない。何の罪もない人たちにこんなひどいことするなんて、私絶対に許せない。ああ、そうだな。俺、行くぜ。どこへ？一人で？俺一人の力でどこまでできるかわからない。だが、手があるかもしれないんだ。だから、行くぜ。私も協力する。いや、これは俺にしかできないことなんだ。わかった。私も自分にできることをやってみる。全部終わったら、また会おうね。会えるよね。そんな深刻な顔するなよ。生きてさえいればまた会えるさ。そうだよね、生きてさえいれば必ず会えるよね。ああ、何度でもな。九郎さん。なんだ。本当にこれでいいんですか？兄上のご命令だ。命令って、それが間違いだって分かってても従うの？納得できないのなら、お前は陣に残れ。こんなの卑怯だよ。卑怯でも何でも、俺は戦う。そうすれば、源氏と平家の戦は終わるんですか？そうだ。戦を終わらせるため。仕方のないことなの？巫女、苦しいんだね。白龍。巫女の気が沈んでいる。心が泣いている。心配かけてごめんね。私が弱いから白龍まで不安なんだよね。私より巫女が大事だ。巫女は明日の戦を望んでいない。戦いたくないんだね。ならば。でも戦を終わらせるためにはやっぱりやらなきゃいけない。戦って平家に勝って、それで戦がなくなるのならみんなが笑って過ごせる世の中になるのなら。巫女、私は巫女が苦しむのを見たくない。私は何をすればいい？白龍、いいの。苦しいなんて言ってられない。きっと仕方のないことだから。おやすみ、白龍。俺も楽しませてくれよ。待て、玉森。もう終わりか。先生。私が相手だ。鬼か。巫女！
すいません。俺が先輩とはぐれたりしなければ。譲る、のぞみ。後悔するのは後だ。今は振り返るな。そうだよ、のぞみちゃん。リズ先生の思いを無駄にしちゃいけない。生き残らなきゃやり直すこともできないんだぜ。だけど私が生き残ったって、先生は。それでも白龍、話して。ダメだ、ミコ、言ってはいけない。でもみんなが、みんなが。ミコ、私の力が足りなかったから誰も救えなかった。違う、全ては私から始まった。私が巫女を呼んだ。だから巫女を返すのも私。この竜の逆鱗、これで時を超えられる。さあ、巫女の世界に戻って。白龍、巫女、ありがとう。さようなら。待って、白龍。光が消えた時、私は雨の学校に立っていた。私一人だけ元の世界に帰ってきたんだ。みんなをあの世界に残して。どうして、いくら叫んでも答えはない。聞こえてくるのは冷たい雨が私を打つ音だけ。何がいけなかったの？どこで私は間違えたの？答えてくれる人は誰もいない。こんなのが運命だったって言うの？これは白龍が私に渡してくれた逆鱗。これで時を超えて私は帰ってきた。帰ってこられたなら、あの世界にもう一度行くことだってできるはず。もしもう一度あの世界に行くことができるとしたら、運命なんて変える、私が変わってみせる。一緒にはいられねえな。平家に戻るんだね。ああ、俺一人の力でどうにかなるもんじゃねえのは分かってる。だが手があるかもしれないんだ。だから行くぜ。じゃあな。気をつけろよ。ごめん。
じゃあな。正臣君は平家へと帰っていった。そして弁慶さんも平家へ寝返った。平家を内側から崩すためという理由を私に明かして、私たちは福原に向かい、再び政子様の命令を受けることになった。この奇襲は失敗します。どうして戦わずに済む方法を考えないんですか。これは鎌倉殿のご命令ですのよ。命令が間違ってる場合。のぞみ、やめろ。のぞみちゃん落ち着いて行こう。元気なお嬢さんですこと。申し訳ございません。影時さん、帰りナイフを源氏に引き入れることはできないんですか。鎌倉殿は帰りナイフを許さないだろう。雅子様がおっしゃったように、源氏か平家かどちらかが倒れない限り戦は終わらない。なんで、どうしてみんな同じことを言うんですか。のぞみちゃん、真実を告げることだ。実は帰りナイフは知っています。帰りナイフが誰か私は知っています。どうするのだ。それから弁慶さんは今平家側にいます。何を言う。弁慶さんは内側から平家を崩すと言っていました。私は弁慶さんの言ったことを信じます。弁慶、待ってよのぞみちゃん、どうして君はそんなこと知ってるんだ。私見てきたんです。源氏の奇襲が失敗するのも、平家側に弁慶さんがいるのも、正臣君と戦うことも、それから巫女は遥かなる時を超えてきたのだな。運命を切り開くために。はい、正臣君は平家を守るために最後まで源氏と戦う気です。だから私が戦って正臣君を降伏させます。平家に怨霊を生み出すのをやめさせて鎌倉も説得する。わかった、お前を信じよう。帰りナイフ、源氏の巫女と勝負を。源氏の巫女、相手にとって不足なし。戦のない新しい世界のために。誰も泣かなくていい世界のために。私は運命を、俺は未来を切り開く。いやーてー、私は負けないよ。だって私は一人じゃないから。みんなが私を支えてくれてる。小さな私に力を貸してくれる。この先も戦いは続くかもしれないけど、私は絶対に諦めない。みんなと一緒なら絶対に世界を、運命を変えていけるはずだから。